はいどうも、ハムスターです。本日はですね、こちらインレッドの1月号でございます。こちらがね、左側が通常号で、右側のこちらが増刊号になっております。通常号のお値段が特別定価1080円になっております。増刊号は定価1290円ですね。もう付録の方はね、こう見えてるんですけども、ムーミンですよ。通常号の付録はムーミンのバッグの中身も貴重品も中綿入りで軽量、ポケット10個、整理整頓ポーチ。こちらのね、ポーチなんですけれども、ちょっとね、何やらね、変わってますよね。2020年のね、カレンダーもついてます。英国ライフスタイルブランドキャス・キッドソン2020カレンダー。最近のね、最近のっていうのか、今月号はね、来年の2020年カレンダーがついてる雑誌が多くて助かりますね。増刊号の方はもうね、もうデカデカとこの見えてるんですけど、ものすごい存在感ですね。本誌初の壁掛け時計、ムーミンと仲間たち、ウォールクロックでございます。こちらのね、増刊号はセブンイレブンとセブンネットショッピング限定販売になっております。すごいですね。それではね、早速開けて中の付録を見ていきたいと思います。はい、まずはね、通常号の方から開けていきたいと思います。はい、それでは開けたいと思います。せーの、じゃんと。お、はい、箱から出した状態がこういう感じです。先にね、サイズの方見ていきたいと思います。高さが15センチ、横の幅が 21.5センチ、厚みがね 2.5センチになっております。はい、それでは全体見ていきたいと思います。こちらがね、まあ正面というのか、ムーミンのね、このイラストがデザインされております。裏にはね、このリトルミーがいいですね。で、なんと後ろにポケットがね、ついております。サイズ的に iPhone6 を入れるとこんな感じでございます。ファスナーがね、ぐるーっとこんな感じでぐるっと開くようになってますね。で、まあ、上というのか、ここに持ち手がね、ついてます。ファスナーもね、ダブルファスナーになってますね。触った感じもね、いいですね。素材の方もね、下のテロップの方に入れておきます。それでは中の方見ていきたいと思います。こんな感じでガバッとね、こう開いて
内側にはこのリトルミーのね柄の小さいポーチがねついてます。なのでこんな感じでガバッと開きますね。普通のねポーチと比べて中のねポケットがやっぱね10個ついてるっていうことで、小物をね整理整頓するのにいいですね。でこのリトルミーのね小さいこのポーチ、これ取り外しもできます。これを外せばこのリトルミーのね小さなポーチ、これ単独でも使うことができます。サイズの方ね、下のテロップに入れておきます。でファスナーで開けるとメッシュのねポーチですね。中もこんな感じです。まずねここから見ていきましょう。こっちのね表のねムーミンの絵が描いてあるその裏面は、ここのメッシュのねポケットと、ここにゴムで留めれるこういう感じになってます。でねちょっとね中綿入ってるのでクッション性がありますね。ふわふわしてますね。これ触り心地がねやっぱいいです。でこちら側、こちら側にはファスナーのねポケットが一つ、中こんな感じです。でファスナーのポケットの下に一つね大きなポケットがあって、その一番手前に小さいポケットが4つありますね。こう右側は小さいポケットでもちょっと広い、でこっちの左側はさらに小さいポケットになってます。表紙の写真で見るとこんな感じにね小物を入れてますね。向き的にはこうなんですね。こっち開きですね。そうしないとここのねポケットが反対になりますもんね。なのでこっち向きに開けるといいですね。まあ女性でしたらね化粧品とか携帯するのにねこれに入れて旅行とかにもね持っていくのに便利かもしれませんね。あとねモバイル関係、スマホだったりバッテリーだったりね、そういったのもちょっとね、これクッションやっぱり効いてるので入れるのもいいかもしれませんね。はい、続いてはこちらのね増刊号なんですけども、もう増刊号のね付録はもうここにデカデカと出てるんですけども、ムーミンのねウォールクロックということで、早速開けてみたいと思います。
中からね取り出してみるとこういう感じになっております。小さい紙でね1枚説明書が入ってましたね。サイズの方なんですけども、この直径が18センチになっております。結構ねこう大きいですよね。でも見た感じこういう感じですね。このねムーミンのねなんか更新してるようなイラストが可愛いですね。見たところこれは秒針はないんですね。秒針はなくて、こんな感じですね。で裏はまあこういった感じになっております。で単三のね電池1本必要なので、電池はねついてませんので、電池だけね単三の電池1本用意しないといけないですね。でまあウォールクロックですので、この止めるとこですね、ここに引っ掛けてぶら下げるような感じですかね。ちょっとね電池入れてみたいと思います。今ねこれ電池入れたんですけどね、まあそもそも秒針がないんで動いてるかどうかねまあ分かりづらいんですけども、かすかにね中であのカチッカチッとねあの時を刻む音がね聞こえます。時計のね材質はプラスチックですよね。プラスチックのこの白い丸いねまあ板というのか、プラスチック板の上にこのムーミンとかねデザインがプリントされているっていう感じですね。触るとねあのちょっとだけこのなんていうんですか、白いプラスチックの上に印刷されてるのはこの指先でね分かります。面白いですね。雑誌の付録にねこういったあのウォールクロック付録でついてくるとか斬新というのかね、面白いと思います。たまにねこういうのあってもいいかなと思います。はい、今回ですねインレッドの1月号の通常号と増刊号、こちらの付録開封動画でございました。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンぜひよろしくお願いいたします。それではまた。